どうもこんにちは、新米クッキングの深です。今日はティラミスを作っていこうかと思います。材料の紹介をしたいと思います。マスカルポーネとココア、コーヒー、あとは生クリーム、あとハンドミキサーなどありますね。では作っていきたいと思います。ティラミスの作り方は、まず最初に、コーヒーとコーヒーに砂糖を入れ、コーヒーって何言っているんでしょうね。コーヒーを作っておく。意味不明だ。まずコーヒーと砂糖小さじ、理科の実験みたいですね。理科の実験じゃありません。もう一本入れることになりましたので、いいと思います。このコーヒーは、スティックタイプのエスプレッソ割れですね。見えますか？ですね。ちょっと手こずりましたけど、なんとかできました。はい、続いて、冷蔵庫で冷えた生クリームを、生クリームに、砂糖、生クリーム、マスカルポーネ、生クリームに丸の砂糖を少しずつ加えて、ホイップを作る。生クリーム200ですね。こちらか。ホイップ。あ、ちょうど200ですね、これ。よし、200作っていきたいと思います。砂糖は大さじ3杯。そうだね、少しずつ入れる。大さじ3杯取り届いたら、それから、ふわふわして。ちょっと初めて作るなので不器用ですけど、なんとか頑張っていきたいと思います。よいしょ。はい、3秒。ホイップクリームを作る。よし。ホイップクリームを作るにはボウルに氷水でやらないといけないですね。氷水の上で中にセッティングしてからのホイップクリームを作っていきたいと思います。簡単ですけど、前にケーキ作りした時は手動手でやったものだから手がパンパンになりましたね。砂糖も1つずつ加えるって書いてあったので加えていきたいと思います。ミキサーの音でセリフが引っ張りにくいですね。
あ、もうやばいやばい、出てる。クリームなってきました。硬さはどんぐらいに来るのかな。ホイップクリームだけで、こんなもんでいいかな。何部だけにするって書いてある。書いてないですね。書いてない。マスカルポーネを少し加えて、さっとくくり入れて、優しく混ぜ合わせるだけ。そのたつ？その？うん、たつよ。もうちょっとだね。もうちょっといて。あれ、ちなみにさ。うん。こんなもんでいいでしょ。よし、これに、こちらに常温に戻したマスカルポーネを加えて、さっくりと優しく混ぜ合わせる。合わせますか。マスカルポーネは 200g ですね。出るよ。260となった。マスカルポーネを取り分けるときは別のスプーンを使った方がいいのでは。だいぶ混ざってますね。さっくりだからもういいだろ。コーヒー液にビスケットを浸してお好きな器に酸とビスケットを交互に盛り付けている。コーヒー液にビスケットを浸してお好きな器に酸のビスケットを交互に盛り付けている。まずビスケットを取り出して、あ、まぐれでいくの？で、コーヒーを入れて、ふやかす。え、こう買ったかな？これで、ふやかしてるのを待ちたいと思います。あ、もうふやかしてる。あ、もう。これ通してもいいの？でも、ダメだよね。うん。もうふやかしてる。これに入れていきたいと思います。はい、ね、
と棒打ちの強いじゃん。今度はクリームを入れていきたいと思います。こうかな。いやーこれ難しいな。クリームやって、いっぱい入れちゃう、これ、これ開かって、あとここはパウダー振ったらもう終わりですよ。早いっすね。続いて最後の段階ですね。ここはを振って完成ですね。よし、多すぎか。よし、こんな感じでできました。下の層はビスケット、コーヒー味のビスケットで、上はココアパウダーで、中身はマスカルポーネと生クリームですね。はい。あとは冷やして食べたいと思います。はい。こんな感じでできました。これで完成です。3人前できました。はい。続いて見るとこんな感じですね。はい。